VF-84 がトップスで撮影した写真第84戦闘飛行隊はアメリカ海軍の戦闘飛行隊。ニックネームはジョリー・ロジャース項目参照。VF-84 と表記されることが多い。映画ファイナルカウントダウンに登場したため、スカルクロスボーンと呼ばれる特徴的なマーキングとともに知名度が高い飛行隊である。 1995年10月1日に解体。第84戦闘飛行隊は1955年7月1日にオシアナ海軍航空基地で FJ-3 装備の飛行隊として創設された。当初はバガーボンズというニックネームであったが、1959年4月15日に VF-61 ジョリー・ロジャースが解体されたため、 そのニックネームと、スカルクロスボーンのマーキングを引き継ぎ、VF-84 ジョリー・ロジャースが誕生した。当時の使用機種は F-8 クルセーダーであったが、1964年に F-4 に機種変更し、翌年にベトナム戦争に参加、トンキムワン城の空母インディペンデンスから作戦を行った。その後、1976年に、 F-14 に機種変更し、翌年12月から VF-41 と共に CVW-8 として空母ニミッツ艦上に展開した。1980年にはニミッツと共に映画ファイナルカウントダウンに出演し、一躍有名となる。翌1981年からはトップスの運用を開始し、これ以降は偵察任務もこなすようになる。 1988年にはニミッツが大西洋艦隊から太平洋艦隊に転属したため母艦をセオドアルーズベルトに変更した。また、1991年の湾岸戦争時には VF-84 はペルシャ湾に展開、艦隊上空の戦闘空中紹介や攻撃隊の護衛、トプスを使用した爆撃効果判定に従事した。その後、 冷戦終結後の海軍部隊削減計画の一環として1995年10月1日に VF-84 は解体された。削減の対象となったのは主にトップス飛装備の飛行隊であり、本来ならば VF-41 が解体されるはずだったが、当時の大西洋艦隊航空団司令が VF-41 出身だったために VF-84 が、 解体されることになったという。解体後、ジョリー・ロジャースのニックネームと、スカルクロスボーンのマーキングは、VF-103 に引き継がれた。ありがとうございます。